それでは今週のゲストなんですが、グラスリッツンという、ガラスにこうアートを施す、はい、活動されている木下浩子さん、はい、先週の、ソープカービングの、岸江さんからのご紹介で、はい、ゲスト、ご参加いただきました。よろしくお願いします、木下さん。はい、よろしくお願いします。木下浩子です。はい、よろしくお願いします。グラスリッツンという、言葉ということ自体をね、はい、僕はもう初めて聞いたんですが、この文化というのはどこから始まった文化なんですか？はい、このグラスリッツンというのは、はい、ですね、結構古くって、はいはい、16世紀の、はい、ベネチアからっていうふうに言われてるんですね。はいはい。はい。ベネチアで昔、はい、貴族の間で、うん、非常にこう襟とか洋服の袖とかにレース模様をつけるっていうのが流行ったんですけれども、そうするとやっぱりガラスにもそのレースをつけたいっていうふうなことになりまして、うんうんうん、でガラスにレース模様を彫る、はい。っていうことが貴族の間で非常に流行して、うんうん、で発祥はベネチアからだったんですけれども、はい、それがイギリスとかオランダとか、うん、そのヨーロッパ中に広まっていって、うん、やるのは職人ではなくって、うん、その貴族とかの女性たちの間でこう、うん、おしゃべりしながらね、うん、ガラスにこう、はい、カリカリ彫るのが流行ったということなんですね。なるほどですね。じゃあ貴族の、ある意味たしなみというか一つの遊びの女性の遊びの一つということになるんですかね。はい、そうですね、はい、まさにそういうことです。じゃあそのグラスリッツン、まだちょっとね言い慣れないんですけど、グラスリッツンっていう言い慣れるんだったのって結構時間かかりました？すぐ言えました？そうですね、リッツェンなんですけど、リッツェンですね。リッツェンですね。はいはいはい、難しいな。グラスリッツンって言っちゃいますね、やっぱりね、日本人なんで。そうですね、いろいろね、なかなか見づらくて、うんうん、はい、なるほど。これはガラスであれば何でもその掘る対象になっていくんですか？はい、そうですね、一般に私たちも売っているガラスを買ってきて掘っていますので、はいはい、ほぼほぼどんなものにも使う針がダイヤモンドの針なんですね。なので、はいはいはい、ダイヤですからガラスに傷つけて掘ることができるんですけれども、うん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 、やっぱり牛乳瓶とかワインの瓶とか、うん、はい、丈夫にできていて繰り返し使うものについては、はい、掘れないことはないけれども、はい、針の方がちょっと摩耗してしまうので、うんうん、あまり向いてはいないんですけど、はい、はい、ある程度の100均のものとかにも実は、うんうんうん、可愛く掘れたりします。はい、これはグラスリッツンっていうのは例えばそれこそ100均のものを、アートを施して付加価値をつけて高く売ったりとかしてる人いるんですか？はい、そうですね、結構、私のやってるのは手彫りなので、はい、模様がこう白く浮き上がってくるまでに結構時間がかかるんですね。で、割とはっきりこう模様が見えるようになるまでに彫るには時間がかかるんですよ。うん、そうすると、うん、その2時間3時間かけてやって、はい、100均のものがね、結構な見栄えになったとしても、うん、それをじゃあ例えば、そうですね、時給1000円として3000円ぐらいで売っていて、買う方がいるかどうかっていうと、素晴らしくね、できていたら分からないですけど、どちらかというと、作って楽しむオリジナルなものができますよね。はい、例えば、キャラクターなんかの、スヌーピーとか言っていいかな、スヌーピーとか、はいはいはい、ミッキーマウスとか、うん、そういうのありますよね。うん、で売ってないもので、自分がこう好きな、ポーズとかあるとしたら、はいはいはい、それを
作って、うん、あの自分だけのねオリジナルの楽しみとして使うことはできると思うんですよね。売っちゃったら NG ですけどね。まあそうですよね、うん、自分で楽しむ分にはね、はい、うん、あ、なるほど、なんか、はい、そうですよね。へ、じゃあそのアーティストさんの人口というのはどれぐらいいらっしゃるんですか？はい、そうですね、教えてるもの自体、うん、非常に少ないと思うんですよ、はいはい、私も知ってる仲間といいますか先生っていうと、うん、もう本当に20人に満たないぐらいだと思いますので、うん、全国的にも、はい、そうするとまあその先生方にね、うん、習っているまあかつて習っていたとかっていう方を含めても、うんうんうん、そうですね、1万人とかはいないかと思います。もう1000人に、うん、2000人3000人とかもう数えるほどですね。その、グラスリッツェンと例えばそのソープカービングの岸江さんの接点というのは、はい、どういうところから生まれたんですか？もともと私そのグラスリッツェンを、うん、たくさんの方に広めたいっていう気持ちがあったんですよ。で、はい、自分でブログ書いたりとか、うんうん、してはいたんですけれども、うんうんうん、なかなかね認知度が上がらない、はい、でまあやっぱりこう多くの方に知ってもらうにはどうしたらいいかなっていうことで、うんうん、まあ、女性起業家の勉強会みたいのがありまして、でそこで岸さんと一緒になって、うんうん、でまあホームページの作り方を習ったりですとか、うん、はい、まあ発信の仕方とかね、うん、そういったことを、うん、はい、はい、やって、でまあようやくまあ、うん、その最近 SNS とかで、うんうん、発信するようになって、うん、今まで知らなかった方も知っていただけるようになったりとか、はい、徐々にはしてきてはいます。おお、そうなんですね。はい。いいですね。まあ本当あれですもんね。本当じゃあ地道にずっとこのグラスリッツェンだけをこう活動の主として出てらっしゃるんですね、はい、うん。そうなんです。もうこれ以外のことをやったことがないので、はい。おお、なるほど。教会みたいなのもないんですか？教会っていうのも珍しいですね。このハンドメイドって結構いろいろね教会あったりとかすると思うんですけど、うん、グラスリッツェンに関しては、うん、教会はないですね。なるほど、はい、お、うん、じゃあ、まあ、もしかしたら木下さんが発起人になる可能性もありますね、これは。どうでしょうね、そんな風にして広まっていければいいかなというふうには思います。そうですよね。なんかじゃあこれ資格みたいなのもないんですか？はい、特に資格っていうのもないんですけれども、はいはいはい、教会がない代わりに、うん、その先生独自で、うん、ディプロマっていうんですかね、うん、まあ、認定証みたいのを発行されてる先生は、はい、何人か存じ上げてます、うん、で、はいはいはい、私自身も、うん、長く習ってらっしゃる生徒さんで、うん、自分も教えたいっていう方に関しては、うんうん、まあ一応技術だけではなくて教え方の、まあ、ポイントとかそういったこともありますので、うんうん、そういうことも勉強していただいて、うん、で一応、まあ、試験ではないんですけど、はい、まあ、そういうことを、クリアされた方には認定証っていうのは差し上げてはいるんですね。はい、なるほどなるほど、まあ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 これは、まあそのね、認知度の広がり、ね、はい、とともにちゃんと資格っていう形も作れていけるかもしれないですよね。そうですね。そうですね。はい。なるほどなるほど。そうですか。そうですね。こう専門的なものをねこう広げていくっていうのはねすごくいい活動ですよね。自分の好きなことですからね。はい、そうですね。まあなんかあれですか。はい、そのこれから例えばまあ単純にその広げる動向っていうよりかはまあこういったアートなものっていうのは、まあ、何かと多分タイアップしたりとか。はい、そういうことでやっぱり一気にその業界内で広がったりとかってあると思うんですけど、はい、そういったことでなんかこうこういうところでやりたいなとか、例えば大聖堂のガラスのとこに絵を描きたいとか
結婚式場のところにね、書かせてもらうとか、なんか、はい、でも一度書いたら多分それガラス交換する以外なくなっちゃうでしょうからね、ステンドガラスと同じようななんかイメージ、はい、まあ、ステンドガラスもおそらくそういうものじゃないですか、掘るものではないにしても、なんか、ね、その使われるニーズのある場所ってちょっと似てくるのかなと思ったんですけど、どうなんですかね、はい、その辺。そうですね、ただやっぱりあの手で掘っていくので、うんうん、まあ、大きな面積って結構難しいこともありますので、まあ、今あのウェディングとかってお話出たんですけど、うんうん、あの、まあ、例えば、うん、あのその今新郎新婦の方が、うんうん、あのご両親にね記念にこう花束を差し上げたりとか、うん、何かプレゼントを記念品をあげるっていうのもあのしきたりっていうか、まあね、そういうのがあると思うんですけど、うん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 、そういう時にあのご自分たちでね掘ったあのものとかを、うん、あのあげたりとか、うんうん、あのもしくはあとはウェディングの、 あのウェルカムボードとかってありますよね、お客様をお迎えする時にね、はい、でそういう時に自分たちでその、うん、ウェルカムの気持ちを表したボードとかをね、うん、お二人でこうなんか制作していただけたら、うん、あの来た方もね、あ、これ二人で作ったんだとかっていうことにもなりますし、うんうん、でゆくゆくはあのお式が終わった後は、うん、ご自分たちのね新居に飾っていただいて、うん、でずっと楽しんでいただくっていうこともできるので、うん、あの本当に、例えばウェディングもそうですけど、うん、あとは還暦のお祝いとか、うん、お誕生日とか、はい、就職とかね、うんうん、入学とかそういう節目節目の時に、うんうん、あのグラスリッツェンで心を込めて掘ったものが、うん、あの送るっていうのがこう浸透していけばいいなっていうふうにあの思ってるんですね。なるほどですね、うん、はい、なんか、まあ、何でもやってみないと分かんないところはねあると思うんで、もう掘れるものはどんどん掘っていってですね、あのそこにどういうマーケットがあるかとかねニーズがあるかっていうのをやんないと分かんない部分ありますよね、うんうん、例えばこのブルドッグ、ね、パグ、はい、パグのね掘られてますけど、はい、こういったねその動物っていう分野においてもねすごくいいかもしれないですしね、あ、そうですね、今ねペット可愛がってらっしゃる方多いですから、うん、そのご自分たちのね、うん、愛犬をあの、うん、掘ってこう記念にするとかそういったこともねあのいいかなというふうに思いますね。そうですね、例えばこのパグの掘られてるものに対して、うん、はい、なんでしょう、昔で言うそのあの首掛けの時計じゃないけどそういうなんかあるじゃないですか、ペンダントみたいな、そういったものにはめ込んで、はい、あの首にかけて持っとくみたいなね、そういうのもあるかもしれないし、はいはい、なんかいろいろ可能性ありそうですよね。そうですね、なんか、まあ、極端な話なんか玄関の表札にもなんかいけそうな気がするんですけどね。あ、はい、あ、そうですね、まあちょっとお家の外にかけとくには、うん、あの、まあ、風が吹いたりとかすると危ないかもしれませんけどこう玄関入って一歩中に入ったところにね、うん、なんかそういう、うん、ウェルカムとかそういうのがあるとあの、はい、お迎えするのにもあの、ね、いいかなっていうふうに、思いますね。これは色というものはあの、はい、つけたりするもんなんですか？あまりあの色はつけないんですけれども、うんうん、あのただやっぱり白黒の世界ですよね、うん、掘るところは白くなって、うん、あのなので、まあ、ちょっとカラフルなねのが欲しいっていう方は掘ったところに、うん、あのアクリル絵の具とかをあの、うん、煮込んで、うん、若干色をつけることもできるんですね。うん、なるほど、うん、なのであの、ま、私の仲間でそういったことを研究されていて、うん、あの色付けを楽しんでる方もいらっしゃいますね。 あとはあの金箔とかそういったものも入るので、はい、うん、ちょっと掘ったところにね金埋めたりとかしても綺麗ですね、うん、ガラスと金も割と相性がいいので、いろいろとやっぱり、はい、発想次第ですね、そうですよね、グラスリッツェンの世界ね、はい、展示会みたいなのもやったりするんですか？あ、はい、実はあのーうん、
昨日、あ、一昨日終わったばっかりなんですね、はい、先日、先週から始まりまして、はい、で私地元が千葉県なんですけれども、千葉県の、方の展示会場を、はい、借りまして、もうでオンラインじゃなくて実際に実際に会場借りて、はい、リアルでやったんです。ちょっとね、コロナがこう一時期こう広まった時には、やろうかな、やる前かなってすごく迷ったんですけど、やっぱり展示会に向けて生徒さんたちも、準備をしてね、いろいろ作品作られてきたっていうこともありますし、だいぶ人数減ってきて、でやっぱりこういうリアルに見て楽しむ機会っていうのもね、なくしてはいけないかなというふうに思いまして、特にグラスリッツェンなんかは、実物を目にする機会が少ないですよね。もうグラスリッツェン自体を知ってる方が少ないので、なのでやっぱりチャンスかなと思って展示会をしました。はい、なるほど、はい。実際どうでしたか、やってみて。やっぱり初めて拝見しましたっていう方が結構多くいらして、はい、とてもなんかね反応がよくって、はいはい、で体験してみたいっていう方もいらっしゃったりとかして、ありがたかったですね。ああ、なるほどですね。そうですよね。まあ関わる人が増えてくるといろいろとこういうこともできるんじゃないかってね、はい、みんながいろんな意見が出てくるでしょうから、まずは知ってもらうとこですよね、本当に、ね、はい、そうですね。じゃあまあちょっと SNS という直接触れない機会よりかは、実際にその展示会でやっぱ手に取ってもらった方が、中に入りやすいというか、見た人の中にちょっと浸透しやすい部分は感じられましたか？そうですね、実際に見た方が、やっぱりこのガラスのこうきらめきっていうか、それも、伝わりますし、こうやって掘るんだっていうことがね、いくらこう SNS で写真を上げたりとか、動画でこういうやり方説明するって言っても、生のものを見て見ながら説明をすると、なるほどっていうふうにこう腑に落ちるっていうか、そういったことはあるかと思います。なるほどね。これはでも本当おしゃれな世界なのでね、特にもともと貴族のね、はい、遊びなわけですから、もうなんか港区向きな気がしますけどね、どうですか、はい、ですね。まあ今千葉県ということなんですけどもね、僕も千葉出身なんでよくわかるんですけど、そうなんですか、はい、まあそうですね、港区にもねちょっと住んだことありますけどね、やっぱり港区のこう持て余し時間を持て余してるねマダムがね、こういうのちょっとね、取り上げてくれると拡散力ありそうですからね。そうですね、はい、ぜひ。いいですね、なるほど。これはじゃあ活動としては今何年ぐらいやってらっしゃるんですか？はい、私自身は、2003年から教室を持ちまして、細々とやっておりましたけど、最初は1箇所だけだったんですけど、はい、今は3箇所で教えてます。3箇所、はい、だからもう活動としては20年近くになりますね。あ、すごいですね。はい、もともとその木下さん自体が、はい、例えば美大を出てるとかそういう経歴なんですか？いえいえ、全然違うんです、はい、もう本当に最初は私、これテレビで見たんですね、趣味の時間みたいなのあるじゃないですか、番組で。で、もう見たら、もうやってみたいって、もう本当にビビビっていう感じで、で、もう20年以上前の話だったので、どこでやってるのかなっていうので、必死になって探したんですね。で、そしたら、たまたま、私の先生が、やっぱり千葉県なんですけど、そこで、カルチャースクール、をやってらっしゃいまして、で、もうこんな地元にあったっていうので見つけて、もう早速通うことにして、そこからですね。なるほど。これは初期投資というのは、資金は低いんですか、高いんですか？本当に他のいろいろな工芸に比べて道具も少ないですし、言うなれば
ダイヤモンドの専用のペンをまずは1本と、はいはい、ガラスの素材と、うん、あとはちょっと油性ペンとか、はい、身の回りのあるものでティッシュとかもう本当にそういったものでできてしまうので、うんうん、私まあ売り文句っていうのが、うんうん、小さなスペースでできるガラス工芸っていうのをもうちょっと前面にプッシュしてるんですけど、うんうん、本当にもうダイニングテーブルとか、うんうん、もうランチョンマット1枚ぐらいのスペースであればできてしまうので、すごくお金もかからないですね最初は。そのペンは、はい、大体おいくらぐらいかかるんですか？実はペンがちょっとダイヤがついてるので、うんうん、1本2500円近くしてしまうんですけど。でも2500円なんですね。1万円もしない、はい、5000円もしないという。そうですね。だってどれぐらい持つんですか、はい、それで。それでまあ使い方にもよりますけど、うん、まあ半年とか1年ぐらいは十分に無茶なね使い方しなければ、うん、なるほど、はい。手先がやっぱりこうちょっと器用な人の方が向いてるとか、なんかこう、うん、向いてない人っていうのは向いてない人、まあ、まあその向いてる向いてないなんてあんまり関係ないですけどね。その人がやりたければいいと思うんですけど。そうですね、うんうんうん、ちょっともしかしたら、はい、せっかちな人とかは、はい、あんまりちょっとやっぱりなかなかこう白くなってくるまでにこう何遍もカリ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 ね、同じところこうなぞってやっていくので、もうそれが我慢できないっていうか、もうカーッて早く白くならないかしらなんて思う方はちょっとゆったりした気持ちになっていただかないと、はい、うん、なるほどなるほど。例えばそれはなんかこう、はい、血液型とかでなんかこの人はB 型だからずっと細かいことやってられるとか、なんかそんなのあったりするんですか？あ、そうですね。私血液型はそうだ、生徒さんに伺ったことありませんでした。うん、あ、そうですか。たくさん聞いてみたらいいじゃないですか。今度聞いてみますね。うん、はい、僕はね、多分ね B 型向きだと思うんですよ。あ、そうなんですか。日本の職人ってほとんど B 型なんで。職人技ですよ、芸ですよね。この細かいその忍耐がいるけどずっとそれを、はい、無でやれる人っていうのは、うん、圧倒的に B 型が多くてですね、はい、おそらくそうなんじゃないかなって気はします。あ、そうなんですか。木下さんはちなみに何型ですか？いや、私自身は A 型なんですけど。 A 型なんだ。はい、A 型でもいけるんですね。そうですね。でも、うん、A 型って結構きっちりみたいな方も、そこありますよね。確かにね、ありますよね。だからこう、うん、丁寧にしっかり仕上げたいっていうのであれば、そこのね、そこのね、はいはいはい、はい、そこの部分は分かります。確かに確かに、うん、なるほど。ああ、じゃあもしかしたら、うん、想像力の豊かさで言ったら A 型の方があるもんな。これそれが必要なのかな、センスというかね。でも絵が描けないとできないんですかなんていう質問もよくいただくんですけど、ガラスなので、うん、図案は写せるんですね。透明ですから、うんうん、だからもう本当に全然絵が描けないっていう方も、うんうん、一応最初のうちはこういろんな図案をご用意してあるので、はいはいはい、図案を写して、うん、でそこを彫っていくっていう感じなので、あの、あんまり絵が描けなくても関係ないんですね。うん、なるほど。ただこう、うん、まあ、長くっていうかいろいろやっていくうちに、うん、今度自分のねオリジナルのカラーのものが欲しくなったりとかして、うん、そうなると誰かが作った図案とかじゃなくて、はい、自分でやってみたくなって、うんうんうん、で教室の中にはね、うん、スケッチ教室に通い始めたなんていう方もいらっしゃったりして。なるほどね、はい、そこにちょっとオリジナルを投影するために。そうなんですよ。はい、あ、いいですね。なるほどなるほど。そこか。なるほど。まあだから道具というよりも本当に頭の体操もそうだしね、はい、なんかねすごくいいですね。なるほどね。集中力がね、そうでしょうね。すごくね、集中しましたとかって言われて、で、なんか無心になってやれるので、うん、ちょっと
癒しみたいなことにもねつながって、はい、ガラス瞑想の可能性あるな、うん、これガラスと瞑想がもしかしたら融合してるのかもしれないですね、はい、ええええ、うん、あそうですね、いや、うん、ね、デジタルじゃないですからね、アナログですからね、はい、決して目が悪かったりとかね、そういう紫外線にやられるとか、あれがないですよね、パソコンとか見てるね時のね、はいはい、そういう感じじゃないですからね、うん、なるほど、まあ、指先もやっぱり結構ずっと使うからね、脳みそにも結構いい刺激でしょ、はい、出るんでしょうね、これ本当。そうですよね、はい、なんか介護とリンクとかもできないんですかね、なんかお年寄りの脳の体操というかね、年齢層っていうのはどれぐらいの人が多いんですか実際、うん、そうですね、今やってる方は割と中高年の方が多いですね、です40代後半から60代ぐらいの方が結構多く、うん、はい、まあ、楽しんでくださって いやいいですよね、うんうん、そうですか、分かりました、まあ、ちょっとそろそろお時間なんですけども、はい、またぜひ、はいはい、折見てご参加いただければなと思いますので、はい、ありがとうございます、はいはい、でまたゲストさん、もし候補の専門性のある方、もしお知り合いにいらっしゃったらぜひご紹介いただければと思います、はい、承知しました、はい、じゃあ、はい、ラジオとね YouTube でしっかり流していきますんで、はい、ありがとうございます、はい、はい、楽しみにしてます、はい、活動頑張ってください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、グラスリッツンの、はい、木下ひろこさんでした、どうも、はい、ありがとうございました、はい。